お入れします。これ一応押さえつけるね。はい、まずここに、ここにダクトあったんですよ。ダクトついてますよね、うんうん、それが外されてますね、うん、します。よいしょ。あ、すみません。でもこんな感じですね、残りとかね。この辺とか結構。ここのとこからあの、なんすかね、空冷用のホコリを吸い、あの空気吸い込むんですけど、もうこの辺も全部ホコリまみれになっちゃってて、まあこっちの下の方も全部ホコリをかぶってるんで、まあ、あのむき出しのカードもあれも交換用ですけども、あんなことになっちゃったらちょっと使うのどうしようかなって感じですね。これはちょっとひどいな。裏の方も向いてもらったら分かるんですけど、そっちから見えるかな。ちょっと私はこっちから見えますね。あ、こっちからちょっと見えないですね。まあこの辺とかも。でさっきちょっとモニターの切り替え機が動かないのか本体動かないのか分かんなくて、このディスプレイのコードとかを差し替えたんですけど、こう運転しながら差し替えるとこうホコリがうわーって舞い上がって、ちょっともう結構ここまでなんかキョキョくるぐらいホコリがあって、ここまでひどいのか。やばいっすね。写真の名前。斜めから光を当てると。ここにの具合よくわかります、ね、あ、こうこんな感じ。まだまだ入ってるね。そのもう入ってない。こっちの機械はあんまり動いてないんで大丈夫なんですけど、もうこっちの方のはもう中までしっかり入ってますね。さば、ここもひどいですね。これが一番動かしてるやつなんでね。サーバーのやつがひどいですね。とかもいいな。やばいな。これ動かねえな。ちょっと動いてほしいんですけど。ハゲ握りのやつ持ってきます？いやー、もうやっても無駄です。中に入っちゃってるんでね。動いてますね。はい、これはネットからもあのマネジメントのやつ動いてるんで大丈夫そうなんですけど、これだけですね。これが、これはもう動かすと分かるんですけど、すごいホコリを、ホコリというか 空気をたくさん吸ったり出したりする機械なんで、これぐらいノックするもんじゃないの。あ、これぐらい深いんだよ。すごい吸ってるんですけど、一切反応、後ろにケーブル繋いでも一切反応しなくなっちゃうっていうのが、ことにはなってるんですけどね。真っ白ですからね、ここ座れないですよ。これ何ですか？これが7、80万ドルだったんで、こっちの機械は多分そんなにホコリに弱いわけじゃないんですけども、この辺のコネクタのところとか、ああ、はい、
この辺とかも、ね、まあ、うん、こいつは比較的ホコリには強い機械なんですけどね、うんうん、こいつはいくらかな、もう同じのは売ってないんですけど、まあ、同じようなやつ買ったら、まあ、100万200万は平気でいくようなやつをちょっと頑張って買ってもらってるんで、もうグレードダウンするじゃあ明日ですね、事務所に来て、事務所が、うん、もらうのダクトはそこだけでしたよね、うん、一箇所だけですね、なんで外したんだろう、そうですよ、ね、だからこっから、こっからももう埃は入ってき放題ですね粘りもしてないんで、なんで外したんだろう